横浜市奈良中学柔道部暴行事件とは、横浜市立奈良中学校で2004年に、同校柔道部顧問教諭が3年生だった、柔道部員の男子生徒を呼び出して、意識が朦朧としているのにもかかわらず一方的に、投げ技や締め技などを繰り返し、脳座症とその後遺症として、工事のお機能障害を負わせた事件。同教諭は部活を引退した同生徒を呼び出し、大外刈り、 背負い投げといった大技を連続でかけ続け、その後締め技をかけて生徒が意識朦朧となっているのにもかかわらず継続し、最後に体落ちをかけたと報道されている。生徒は病院に搬送されたが、頸椎粘座、急性硬膜下血腫と診断され、脳内の静脈切断や前頭葉の座礁なども判明し、頭蓋骨を取り外す手術を行った。術後、退院後も、 記憶障害や手の麻痺など高次能機能障害の後遺症を抱えていると報道されている。当該教諭は謝罪せず、さらには学校や教諭側が隠蔽を行おうとしたことが明らかになっている。2007年12月、被害者の両親は教諭、死及び県に対し約1億8600万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。 2011年12月27日、横浜地裁は教諭に過失があったことを認め、賠償請求についても、公務員が過失で損害を与えた場合は、公共団体が責任を負うとして、首都圏に対し契約8,900万円の支払いを命じた。マスコミに知れ渡っても、なお事件をなかったことにするために、横浜市教育委員会は、 電信柱に頭をぶつけたのではないかと主張するなど隠蔽工作を行ったと報道されている。神奈川県警捜査一課は2007年7月2日に障害容疑で同教諭を横浜地検に書類送検している。同教諭は態度が悪く強制しようを思った。しつけの一環だったと供述した。その後2009年10月27日にこの教諭について 同知県は不起訴処分とした。両親は納得せず、検察審査会に審査を申し立てるすることにしている。あと、当該教諭は同市の私立中学校に勤務。ありがとうございます。